はい、それでは今回はメインの方をやっていきたいと思います。ここも人手が増えて嬉しい限りだね。お話ししましょう。他の皆は？みんな支度は済んでるよ。ハンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策がなくては。あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば。その先にあるハンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。どこ行くんでしょうね。あ、やっぱここなんだね。泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。あそこですね。ちょっと服装変えましょうか。バレにくいやつにしましょう。これですね。これだよね。何これ。いつの間にこれ手に入れたの。こんなのもあるんですね。移動中に音を立てなくなる。酔いつぶれた堺人。これでいきましょうか。これは外しましょう。で、帽子も。どうしようかな。これはつける？何か。あ、これいいじゃないですか。これでこれでいきましょうか。寒そうだな。なぜハンは泉に来たの？対馬から本土に渡り蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。ムービーもこの格好だよね。この花って俺の毒の元となる花だ。モコが積んでいったんだね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんでるかい？危険を承知で大勢の命を救ったのだ。もっと大勢が死ぬことになる。その前にハーンを止めるほかない。そうだね。ハーンを殺さなきゃ。すぐ攻め入るのは無謀。崖側から回り込む。物見の裏を描くのか。あ、でもいいね。いますね、あそこにもね、敵。あ、ここバレちゃうか。あ、オッケーオッケー。早くムービー見たいですね。チンハルゴ。あー、危なかったな。この上は大丈夫そうですね。あ、でも奥にいるな。こいつはやっても大丈夫かな。
あ、やばい、死体見られたか。大丈夫か。いいですね、今のところ順調ですね。ダメだ、届かないバレちゃったこれ防御、あーダメなんだえ、最初からかな。最初からだと嫌だな。ここどこ、あ、ここか。で、こっちからぐるっと回る。あれ、2人揃ってるな。連チャンで行くか。あれ、表示されないな。あ、よし。よし。なんか左にいるやつにバレましたね。あ、この上がってきたやつか。さあ、これをどうする。でもまた多分移動すると思うんだよな。しないかな。下にいるやつやっつけた方がいいか。なんか動く気配がないですね、あそこにいるやつは。あ、一人動いたな。こいつやれるな。からでも入れますね。この上はいるのかな。あ、大丈夫そう。上にはいなさそうですね。え？この上に来ればいいんじゃない？全員倒さないとダメ？これ。え？あ、なんかある。樽の中身は何だろう。火薬かな。花だ。毒用の。一樽で何百人も殺せる。ハーンは本土で使うつもりだ。対馬から出してはならん。すっごい真面目な話してるんだけどな。港を物見しよう。格好がな。内容が入ってこないよ。よし、これで上に上がればいいですね。海を見る。ないで。嵐の前の静けさ。こちらの利になるやもな。今は火を消したままにしておく。もうこの船の目指す印になってしまう。やつらが去ったらつけよう。さあ、物見と行くか。こっちだ。
良い案が出ると良いが、あの辺りに兵はおらんな。開けてて守れないから。だが不意打ちには申し分ない。なるほど。あの岩場から猛虎の水軍を見て取れる。ヒヤリがあれば船を真っ二つにできるのに。あそこに騎兵を置ける。猛虎を丘に支え込むの。騎兵に囲まれてしまうだけか。鳥が弧を描いておる。何かが来るのを怖がってるみたい。嵐だ。じき陸に降り立つのだろう。港の長の屋敷、あれがハーンの隠れ家かもな。船着き場にも水軍にも近い。賢いね。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も。対馬で止めねば日の本が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。船も積み荷も壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする。小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。わあ、雷がすごい。いい策だ。では上学で司祭を決めよう。なんかYouTube って男性でも乳首出しちゃまずいんですよね。確か。でもこういうゲームは平気なのかな。どうなんだろう。ダメだったらボツですね、この動画は。さあ、じゃあどうするんだこれ。あ、出てますね。なんか着ようか。じゃあなんかボツになってもあれだからね。これでなんだっけ、なんかハチマキでしたよね。なあ、多すぎるわ。これか。なんかこうで、これか。次のミッションは、あ、いますね、あそこに。なんかもらえる。おお、なんだこれは。すごいヒゲもじゃですね。これにしようか。いちいち大げさだぞ。本当のことだ。お犬様は覇気を取られて。千人みたいですね。いい知らせがあるよ。わあ、雷がすごい。策が出たのか。ケンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。おじ上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。ではおじ上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。え、もしかして志村城に行くの。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。
建物の中にいるのにすごい数だな。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。じゃあユナの。あ、これユナのじゃないんだ。あ、どれかを選ぶの？どうしようかな。じゃあ黒にしましょうか。ちょっと待って、じゃあ、まあでも黒がいいですね。どうだよ、怖がるな、仲良くしよう。名前は何にする？じゃあ空だったから風にしましょうか。次は風、空を裂いて走れ。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。うん、ああやっぱここなんだね。じゃあその近くまで移動しましょうか。シマラ城。向かうのはこっち。わあ綺麗ですね。あ、なんとなくわかった。ジン、何をしておる？ああ、夕げの魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。おじ上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？ジン、よれ。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。今光ってるあそこまで多分行って登るんですよね。っていうかあそこ人いますよね。崖側には物見はおらん。釣り人がいますけど大丈夫？また冷たくなった。どうかご用心を。お侍が目を光らせています。ありがとう、優しいな。すごい、めっちゃ近い。めっちゃ近くに雷が落ちましたね。雷うるさくてごめんなさい。多分僕の声より拾ってるかもしれない。なり下がったと示すだけ。なるほど。志村さんは志村さんで攻める、そろそろ攻めるつもりなんでしょうかね。向かうのは向こう？
違うな、こっちか。あ、やばい。危なかったな。こっちからは行けないよね。橋を渡っていくのかな。ああ、来るな。この下は？ダメ？一応泳げるんですね。うん、鍵縄を使って橋の下を通るか、または何か他の手を探すか。あ、他の行き方もあるってことか。前とは違う行き方をするのか。え？ここにぶら下がるのはいいけど、そっからどうすんだろう。そこまで届く？違うよね、多分こっち側に行くんじゃないか。方向は変えられないのか。あー、ダメだこれ。こっちから行く。あ、ダメか。だって届かないよね。あ、届いた。届くんだ。え、すごいねこれ。前こっから入りましたよね、城に。雷怖っ。めちゃめちゃ近かったですね今。やばい。あれ、志村さんの声ですね。いないですね。違う。からどうしよう。あ、いける。え、これバレるよね。鈴を使うか。向こうに何かいる。調べる。よし。あ、また雷が。入れるな。叔父上、
られてはならん。あ、志村さんだ。お前と劇を飛ばしたかった。ジン、恨むぞ。ジン、恨むぞだって。よし、じゃあ行きましょう。ありがたきお言葉でした。身が引き締まる。外から行くのか。王子は対馬で来ている。あぶね。将軍様のおわす本土を危うくさせてはならぬか。猛虎は酒井殿と同じ毒を作れるようになったのだ。心の前でその名を口にするな。お許しください。島に災いをもたらした。次こそは逃しません。城内をくまなく見張る。何かあれば知らせる。バレないもんですね。上がりましたね。これバレないの？大丈夫？目指すは最上階。今なら忍び込める。大丈夫これって。城郭の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも酒井、いえ九郎どめの仕業かと。いかがされますか。九郎どの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考え。しかし将軍様の攻撃は言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を、いや死んでるなこの人。仰せの通りだ。北へ送った石膏が戻らず、囚われたか殺されたか。行き先は分かるが、足跡のいざなう方へ軍を進めて。とりあえず最上階行けばいいんだね。ん？どういうこと？俺の座敷。あ、ここ陣。ここに帰ることはなかろう。陣の部屋なんだ。なんかいっぱいあるね。あ、これ子供の頃に来てたやつじゃないですか。なんて親切な。こんなところにはしごが。あ、違う違う違う。できないですね。お目に留まりそうなところに。酒井だ。出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来ればその時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何卒ご加勢よ。そしてまた間に合うことを。父と子とは申さぬまでも、歩む道を違えた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも、身内には変わりませぬ。さあどうするんでしょうね、志村さんは。
よし、とりあえずですね、一旦ここで終わりにします。続きはね、また次回ということで、もう終わりに近づいてきましたね。あ、敵がいる。どうなるんでしょうかね。とりあえず終わりにします。お疲れ様でした。バイバイ。